こんにちは。こんにちは。今日は用事が終わって、せっかくなので配信をしました。メイク済みです。こんにちは、うん、6月もよろしくお願いしますって。よろしくお願いします。携帯からだよ。なんかところどころ前髪が長い。おはよう。今日はね、さっきまでズームでの、なんだろう、お仕事というか、なんかあったから、顔がちゃんとできてるので、そのままちょっと配信しとこうと思って。そうです。なので朝だけど、まあ昼かバッチリです。ミキヤくんタコありがとうございます。パンスレだよ。もう今日はでも雨なんかな、見てないや。25度、25度って低い。雨なんかな、春なんかな。じゃあもう切りましたよ。だからショールーム開いてる時点で大丈夫だよ。ね。あ、そう、Nクールデビューして昨日の夜から冷たかった。めっちゃいい。暑いって思った時に Nクールを引っ張って。お昼何食べようかな、まだ考えてないや。何がいいと思う？何がいいと思う？何の気分だろう。ケンジさんバラありがとうございます。でも昨日の夜なんかカレーの写真を見てしまって、カレー食べたい。カレーのルー、ココイチのカレーのルーだけ食べたい。豚しゃぶカレーご飯抜きみたいな。ライスはそんなお腹空いてないし、夏は食欲が落ちるので、そんなライスたくさん食べる。カレーライスあ、ちょっときついけど、カレールーだけ飲みたいです。豚しゃぶカレー。冷やし中華まだ早くない？いや、インドカレーじゃなくて、ちょっと薄めのココイチのさ、ちょっとなんか甘くて薄いっていうか、インドカレーちょっとこってりなんだよね。あっさり系よりかはちょっとあっさり系がいい。ハロー。あ、ルーだけ持ち帰りもできる？マジ？じゃあルーだけ食べたい。
それかライス一番少ないやつ食べたいですね。だからそろそろすき焼きを作らんといかんのですよね。お肉どうしようかな。でも別に無理にすき焼きじゃなくても普通に肉を焼いて食べるだけだ。こんにちは。そのショールームでさもらった肉があるから高級肉じゃが。普通に焼いて食べても美味しいと思うんだよね。なんかタレとかじゃなくて胡椒とかで塩胡椒みたいな絶対美味しいじゃん。そのまま肉だけ。すき焼きで味付けしてしまったらすき焼きの味になるから普通になんか胡椒とかだけで食べたい。肉白ご飯に焼肉。こんにちはプリンセス、おはようございます。ハロー。すごい日本語訳したんかな。そういい肉の素材を堪能。柔らかみたいな。ちょっとすき焼きにしちゃったらさ、すき焼きの味付けすぎて。最終日のオンラインお話会行きます。お、7月待ってます。7月17日かな。6月だよ今日から。6月1日。今日は木曜日です。木曜日。え、そう、噛まなくてとろけるお肉を感じたいじゃん。うまっみたいな。だからそのままね、そのまま食べようかな。なんか普通にすき焼きとか調理をせずにそのまま焼くだけの。みんなは逆に何食べるんですか？昼ご飯。まだでも12時じゃないんだよね。だから昼休みじゃない、ギリギリ。まだなんだよね。こんにちは。これは何の時に着てた服でしょう。わかるかな。早弁、え、のり弁いいね。のり弁美味しいよね。つけ麺。初めて見た。そうだよね。ゆきりかと同じのにします。私はカレーかな、迷ってる。でもな、迷うな。お、七並べ。お、すごい。わかる方がいた。そうです、七並べの遊園地の時に着てた服です。正解。七並べのカードになってるやつ。
海苔弁って確かに安いよね。どこの海苔弁？ほかほか亭？もっともっと。確かにすごいね。ポンポン、あれマイク、マイク、マイク。あれね、服の飾りだと思ってる方多いんですけど、あれマイクですよ。ピンマイク。だからないですよ。あれはみんなマイクです。ついてるのみんな。海苔弁のちくわ亭マジ美味しい。ホットモットはさ、390円ぐらいだよね。300ちょい。オリジン弁当わかんないや。ホットモットか他弁しかわかんない。下はジーパンですか？そうです、ちゃんと服着てます。やっほー。昨日のタイムセールで買ったドーナツ。ドーナツ、コメダの新作？へえ、何？あ、のり弁食べたくなってきた。のり弁食べたくなってきたよ。のり弁にしようかな。でもさ、今日晴れてるよね、絶対。なんか太陽ガンガンの時に歩きたくないんですよね。あれ？どこ？これカーペン。あ、でもそんな晴れてないかも。ミキヤくん、アジサイありがとうございます。そんなに強くはないや、日差し。若干曇ってる。なんかめっちゃ晴れてる時に歩きたくないんですよね。はあ、え、ドーナツ1600円もするやつあるの？え、雨降ってるんかな。なんか車が雨を弾いてる音がする。え、海苔弁食べたくなった。でも私昼ご飯食べなくてもね、いいんだよね。だから普通にまあ食べないつもりだったけど、食べずに夜ご飯を食べるつもりだったけど、昼ご飯はあんま食べない。誘われなかったら昼は食べないです。食べなくてもなんか入れるので、普通に食べたいと思わないんだよね、あんまり。いや、夜は予定があるっていうか、夜は絶対食べる。夜も抜いたらさ、ゼロ食になるじゃん。昼食べずに夜食べる。ワイも昼抜き？嘘、大変じゃん。それ仕事してるでしょ、食べた方がいいよ。いや、朝食べてないです。朝抜き、昼抜き、夜だけです。だから夜は絶対食べる。夜は絶対食べます。予定があるとかないとかじゃなくて、絶対食べる一人で。昼はね、食べても食べんくてもいいやって感じなんですよ。胃のキャパ的にも気持ち的にも、なんか食べる必要があるかって感じな。別になくても5時間後ぐらいに夜ご飯来るからさ、夜ご飯の時間が、そ
それでいいやって。こんにちは。そうだよね、お昼食べんくてもさ耐えれるけん、なんか食べたら、ね、食べる必要と。でものり弁を食べたいよ今。のり弁買いに行くこととかあんまないな。どこに行けばいいんだろう。家の朝昼夜寝る前めっちゃ食べてるじゃん。え、寝る前わかる、夜と寝る前。レッスンが朝からあったら朝食べるけど、こんな感じの日は食べない。レッスンが朝からですってなったらレッスン始まる前に軽く食べて、帰りに昼ご飯食べてとか。外に出たら食べるけど家で中だと食べない。あー、おばあちゃんとこのり弁あるわ。そっか、そこにしようかな、行きやすいし、ね、今ほかほか亭とかの場所を調べようと思ったんだけど、確かにそこの弁当屋に。え、でも食べなくてもいいもんな、そんなお腹空いてない。なんか食べなくてもいいっていう気持ちが少しもあるのに食べてしまったら、なんか後悔する。太るし、お金も使うし、別に食べなくてもって感じなのに。ほっかでもおいしそう、ね、別に食べなくてもいいやってぐらいの感覚なのに食べてしまってさ、太るしさ、ね、別に使わなくてもいいご飯代も使うしさ、のり弁の画像を見よ画像を見て本当に食べたいかどうか。のり弁、あんまり食事しない時間が長いのも栄養を取り込んでしまう。説得力な、誰が言ってんねん。330円、安っ。300円ぐらいなんだ、安。こんにちは。1日1食は学生の食生活ね、大学生とかなりがちだよね。一人暮らしあるあるですよ。ね、のり弁330円だった。食事まだです。え、のり弁の話をしてて、そう、のり弁食べたくなった。のり弁のちくわ天食べたい。
ットの割り弁から揚げつきますか。うん、まあ、から揚げつくやつとつかないやつあるよね。なんか海苔弁2種類ぐらいあった気する。つくやつとつかない、スーパー海苔弁みたいなはから揚げ数十円高いやつ。ノーマルはちくわ店です。2種類あるんですよ、唐揚げつくバージョンとつかないバージョン。うん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 。ホットモットはね、唐揚げ弁当も安いんだよ。390円ぐらいだった3年前ぐらいは。今知らないけど唐揚げ弁当が390円です。安い。今日丸亀のあれなんじゃない、安い日じゃん。忘れてた、1日。うどんもいいな。あれでしょ、毎月1日はうどんが安くなるみたいな。釜揚げうどん教えてもらって先月行った。そう、釜揚げうどんが半額。ね、5月1日行ったんですよ今日か。今行ったらね、行列だからね、それは3時4時に行くのが一番いいんです。4時ぐらいに行ったら並ばずに食べれた。釜揚げ、釜揚げうどん半額だから天ぷらつけても400円ぐらいだった。めっちゃ安い。お腹なった。釜揚げうどん天ぷらつけて300円、400円ぐらいで食べれます。夜ご飯ね、混むけん4時ぐらいが一番混んでない。深みどりさん、かわいい、ありがとうございます。あ、うどんいいね。うどんにしよっかな。ちくわ店あるし。でもな、なんか釜揚げうどんってさ、途中でさつゆ足りなくなるくない？つゆつけて食べる。丸亀でおすすめなのは、私肉うどんが好きです。肉うどん、いつも肉うどん食べるんですけど、1日は釜揚げうどんが安いので、もう揚げにする。迷うな。こんにちは。うどん屋さんのおにぎり美味しい。具がたくさん入ってる、あの丸亀のおにぎり、明太子とかしっかり明太子入ってる。私もね、その天ぷらとかおにぎりとか頼む派なんですけど、丸亀のおにぎり具がめっちゃ入ってる。こんにちは。あ、おにぎりつける派です。いなりはつけないけど、おにぎり食べる。ティーライターさん、タコ
ありがとうございます。あと私はちくわ天が好きです。ちくわの天ぷら。お洋服かわいい。夏服。うわ、食べたいものいっぱいだな。カレーも食べたい、うどんも食べたい、のり弁も食べたい。私わさび苦手なんですよ。わさびいなり。ごぼう天。ごぼう天ね。昼から天気悪くなりそう。そうなんかな。まだストーン見てないんだよね。そうか、昨日めっちゃ晴れてたんだけどね。ほんとや、夜 80% とか書いてる。そう、わさび苦手。最近わさび味のポテチ、片揚げポテトを少しもらったんだけど、それでもは苦手だってなった。わさび、わさびの片揚げポテトツーンってくるので、わさびは苦手です。あなたの後ろに何がありますか？窓っていうか、ヤスルーパンさん、朝顔、朝顔じゃない、アジサイ、ありがとうございます。いつになったらわさび食べれるんだろう。わさびってさ、子供だから食べれないって思ってたけど、まだ美味しいと思えない。 Windows、まだ美味しいと思えないよ。からしもつけない、納豆のからしも。りんごさんギフトありがとうございます。バラに見える。まあちょっとぐらいつけるのは美味しいかもね。お刺身、お寿司。ヤスルーパンさんギフトありがとうございます。そろそろ仕事に戻ります。頑張って。早いね。頑張って。12時17分。沖縄台風が来てる。マジ？結局来てるの？明日もね、雨だった予報は。あ、雨、ありがとうございます。雨でしょこれ、梅雨の。うなぎの山椒はいけるんですよ。山椒はいける。あ、うなぎ食べた。うなぎ食べたい。明日は嵐予報です。そんなに？そんなに？へえ、そんなひどいんだ。明日は四国のやつのレッスンがあるや。思い出さなきゃいけない。13日のフル、四国フル。
山椒はいけるんです。そう、それからしとかは無理。ちりめん山椒とかめっちゃ好きだもん、小さい頃から。四国の単独楽しみですね。瀬戸利も何があったかな。いつもの台湾よりも長いですからね、2倍ぐらいね。うなぎ食べたくな、今お腹空いとるけんさ、言われたもの全部食べたくなるよね。うどんが安い日だけど、うどんはでもあんま今は惹かれないな。やっぱのり弁食べたい。うどんって結構お腹にたまるんだよね。だからのり弁ぐらいの軽さが欲しい。カレーとのり弁とうどんとうなぎ食べすぎ。そう、昼ご飯まだです。こんにちは。ホットモットののり弁美味しいよ。ホットモット、ホットモットのスルミフライ美味しいし、ホカ弁も美味しい。なんかたまにケータリングでホカ弁来るんですけど、ホカ弁ののり弁も美味しいです。ホットモット美味しいですよ。ホットモットは唐揚げが美味しい。こんにちは。のりたる？スーパーののり弁ある？スーパー。わ、服部さん洗濯ありがとうございます。その洗濯物取り入れなきゃって思ってたんだよね、雨降るらしいから。ビッグのり弁あるよね、たくさん入ってるやつあるよね。あるよね。のり弁好きです。でもそういうお弁当屋さん行ったら焼肉弁当とか頼みがち。のり弁あんま頼まないね、焼肉弁当。ホットモットのデカのり弁ね、やばいよ。だって唐揚げとかいっぱい入ってる揚げ物。揚げ物どう？めっちゃたくさん入ってた気する。具材が、こんにちは。スーパーのり弁見たらなんかめっちゃめっちゃすごいなんかお弁当が1個あるんですよ、めっちゃ乗ってるやつ。あれなんだろう、すんごい何でもかんでもなんか目玉焼きとかそういうのも全部乗ってる。つがあるんです。いや、幕の内は
そんなに幕の内軽いですよ。エビフライとかでしょ。ビッグのり弁、いやこれ違うな、もっと大きいのがあるんですよ。なんかなんだっけな、あこれかな、スペシャル洋風バラエティ弁当。えデカのり弁かな、それね、ビッグのり弁、ビッグのり弁、のり弁、のり弁。でもこれ違うよ、なんか変わった。ナポリタンなんか入ってたっけ。でもめっちゃカロリーやばそうって思ったのはこれ、スペシャル洋風バラエティ弁当1000円。ホットモットとかって弁当安いのにさ、のり弁380円とかなのに1000円もするこの弁当の正体。ご飯の上にはステーキが乗ってて、エビフライに唐揚げに揚げ物たくさん乗ってて、ハンバーグもついてるんです。スペシャル洋風バラエティ弁当、一番高いんじゃない。一番高い1000円。これがめっちゃカロリーです。ステーキにハンバーグに揚げ物、やばくない。ね、ステーキ硬そう。でもホットモットのステーキ美味しいよ。タレがめっちゃ美味しい。タレがめっちゃ美味しくて、ご飯にそのタレがけだけで食べれるぐらいタレがめっちゃ美味しい。まあ肉も程よく硬くて美味しいですよ。ステーキタレがマジで美味しい。タレご飯いける。カットステーキ重、美味しそう、美味しそう。もっともっと、もっともっとのすき焼き、弥生系は違うよ。え、わかんない、同じ系列かもしれないけど全然違う。こんにちは。定番メニュー、のり弁ホットモットの方が安いや。ほっかほっか亭は400円だ。のり弁唐揚げ600円なんだ。へえ。もっともっと唐揚げ390円とかじゃん。安い。もっともっと安いです。もっともっとはそのり弁350円ぐらいで、唐揚げ390円、こんにちは。
何時まで配信しようかな、適当に回した配信。47ぐらいから始めたっけ、そんぐらいな、48とかかな、47ぐらいにお仕事が終わったから48?49 ぐらい。何分から始めたっけ、そう今日はね午前中に起きましたよ、9時ぐらいに、9時過ぎちゃんと寝起きじゃないですよ、仕上がってます。唐揚げ弁当にしたの、え、話を聞いてたってこと、たまたま。全身見たい、これの、これの前身はあの七並べロケの遊園地のやつ。今日全身写真あげましたよ、ツイッターに。ツイッター。並べロケは結構前の話、さやかりんもいましたよ。全身可愛いでしょ、これなんか質悪いな、可愛いでしょ。そう、ケロさんが痛いです。七並べのカードにもなってるんだよね、これ。昼食べて眠、食べたら眠くなるよね、よくないね。48分から始めてるね私。シーラカンス聞きながら仕事してます。シーラカンス、昼食べてないけど眠い。あなたいつも眠いって言ってるじゃん。朝のツイートは180センチないですね。そんな高いヒール履いてない。175ぐらいじゃない ?170。そんな高いヒールは履いてないですよ。いつも眠いって言ってるの。お話し会起きれましたって、インテリア白で統一感ある、そう白にしたんです。前までピンクだったんですけど、そう写真のカード、そうそうそう、遊園地の持ってないかもね、あの時期に引かないと、期間限定だったから。
私持ってるんだけどな、こっちで室内ラブ開けんけんな、携帯じゃないと開けん。並べしてあるんで、バイ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 。木目調の部分に白い壁紙貼りましたかって、それは貼ってないです。もうあれはピンクに貼ってしまったので、もう外せないですよ、そんな簡単に。こんにちは。まあ白とピンクですね、私のお部屋は。あ、そう、メロンソーダとか持ってるやつ。寝不足気味で、眠い、寝不足。壁紙貼るの大変なんだよ、めっちゃ。もうあれももう一回経験したいとは思うのよ。スタイルでいいからモデルさんできそうって、ありがとうございます。そう、下ジーンズ、今日も下ジーンズ。この服はジーンズが合うんですよ、スカートとかより。可愛い系じゃないから。壁紙大変なんだよね。床のシートを貼りたいなって思ったりするけど、大変だからな。床のなんかおしゃれにするやつ、大理石シートみたいな。貼るんじゃなくて敷き詰める、敷き詰める置くだけみたいな。10度目まして。少ないな。ツイッター見たらへそ出し写真見つけました。そうですよ。そう、フロアマットっていうか、なんか貼るんじゃなくて置くだけ、敷き詰めるだけっていうのがあるんですよ。床を白くするやつ。さすがに床に貼ったりしたらダメだから、ここを出るときとかに。だから敷き詰めるやつ。6月もよろしくって、よろしくです。前髪いい感じ。前髪、前髪普通だよ、パッツン。安定のパッツンです。こんにちは。もうすぐお昼も終わりますね。ね、床白いのいいよね。こんにちは。このままだとネムネム会議。ダメよ、ダメじゃん。ダメじゃない。で、私の配信もね、眠気効果あるので、なんと私の配信も睡魔をね、
起こす効果ありますんで、よく言われるので。ユキリカの声聞いたら眠くなりますっていうね、魔法がありますのでこんばんは出た、夜気分ちゃんもこんばんは。お話会受付中です。私の配信は眠くなるので良くないですね。確かにサーヤン眠くなりそう、まったりしてるもんね、めっちゃ。だから眠りたいって時には最適です。お昼寝したいならいいと思うね今から。こんにちは。ゆきりかに届けに貼ったこの服、夏は痩せたいですね。サーヤン確かに眠くなるの分かるけどさ、私そんななんかそんなにはまったりしてないと思ってるんだけど。そうね、あんま笑わないですよ。お話し会一時受付13時まで。まあそろそろ終わりますよ配信。今日はもうこの時間からね、メイクもしてしっかり服も着てたから、ちょっとついでに配信もしようと思って、チラッとゲリラ配信でした。あ、うどん食べたの早い。昼ご飯どうでもよくなったな、なんか。お昼何食べよう、なんか何食べようって考えてたらもうめんどくさくなってくる。こんにちは。アルファ、のり弁の写真見られますかって。何、のり弁の写真見たいの。そう、この服、これね、ポンポンじゃないですよ、飾りマイク、ピンマイクです。どう、ボブいいでしょう。ボブが見たくなるんじゃない。イエス、ボブ。イエス、ボブ。ピンマイクです。なんかついてないです。これはね、飾りじゃないんだよ。服の飾りに見えるけど。そう、ボブ時代です。この頃ちょうど痩せてたからね、細いね、腕も。まあその時の服、この前ね、あのゴスロリを探してたら出てきた。あ、懐かしいと思って。服たくさんしまい込んでるからね、探したらなんかこういう2年前とかに着た服とかもたくさんある。ってことで、じゃあそろそろ終わろうかな。
ランキングを読みます。13位まさやんさん、12位中地さん、11位しまじろうさん、10位ゴーエースさん、9位理化学研究所さん、8位ゆきさん、7位けんじさん、6位おてもちゃん、5位すーさん、4位渡辺さん、3位だいだいさん、2位やするぱんさん、1位はっとりさん。ありがとうございました。服を探すついでに、なんかあこの服懐かしいっていう服とかも見つけた。しまい込んでるのよ、なんかニトリとかにある透明のボックスみたいな衣装ボックスにも全部しまい込んで、ベッドの下とかに入れてるんです、服をね。クローゼットに入らない分はそういうのを、だから見る機会ってないじゃん、しまい込んだら。服ってしまい込んだらね、意外と見んのよね。意外とね、漁ったら懐かしい服とかも出てくる。ということで終わります。また夜もしますので、10時か11時か10時かその辺ぐらいに。そう、しまったらね、金庫なるよね。次々新しい服も入ってくるし、流行りも変わるし、一回しまったらもうしまい込んだまんまなんですよ。ってことで、お昼ご飯食べてください。アイテムを食べたか。じゃあお休みじゃないです、夜じゃないですから。またね、寝ないように寝ないように、まだ昼です。ことで、またねー。